アズールならどんな願いも叶えてくれる。その噂、本当かどうか確かめてみますか。できることをやってもつまんねえだろ。授業なんて退屈なんだよ。君たちは迷子の女の子じゃないんだ。無礼な振る舞いは許されないよ。拙者、幸せになります。ってどう考えてもおかしいだろ。何その目、そんなに僕の格好が面白い。偽物じゃないんだぞ。帰れ帰れ。Yeah.
また今回も式典に呼ばれなかった。演技でもプロポーズするのってちょっと緊張する。練習とかした方がいいかな。入学式が懐かしいですね。あなたはナイトレイブンカレッジにもう慣れましたか？実験と料理は似たようなものだって言うけれど、全くそんなことはないと思う。
首をはねられたくなきゃ、式典の間ぐらいはおとなしくしていてくれよ。俺が、あなたを一生幸せにしますって感じ。どうよ、どっからどう見ても理想の王子様だろ。